票締め切り1分前です。開催2日目栗葉競馬第1レース、2歳新馬戦ダート 1200m で争われます。4頭立て小頭数でのレースです。1番人気に2番の歴史を刻め 1.9 倍、2番人気僅差ですが4番のスナイプユアハート 6.1 倍、3番人気夢カタン 6.5 倍、そして最後アイアンサイトが 7.3 倍で4番人気となっています。なおアイアンサイト鞍上のシャット騎手はルーキーのため負担金量が49キロとなっています。それでは間もなく出走各馬の本馬場入場が始まります。どうぞ本馬場入場も予想のヒントとしてご活用ください。栗葉1レース2歳新馬戦の本馬場入場です。ダート 1200m で争われます。それでは出走各馬の紹介です。1番アイアンサイト鞍上ルーキーチャット騎手49キロ、2番歴史を刻め1番人気鞍上オクルス騎手52キロ、3番夢カタン鞍上オオ215騎手金量52キロ、初出走です。最後外枠4番スナイプユアハート鞍上ミリニャンコ騎手金量52キロ。開催2日目栗葉競馬第1競走2歳新馬戦ダートの 1200m 馬場は両馬場の発表、ご覧の出走メンバーで争われます。なおルーキーチャット騎手はハンデとして3キロ軽量の49キロでの発走となります。どうぞ1競走をお楽しみください。それではまもなく投票が締め切られます。どの馬が勝つかどうぞ予想してレースをお楽しみください。栗葉競馬第一競争投票を締め切りました。ご投票ありがとうございました。それではまもなく栗葉競馬開催2日目第一競争が始まります。栗葉1レース2歳新馬戦ダートの 1200m で行われます。小頭数での一戦、1番人気は2番の歴史を刻め、2番人気外枠4番スナイプユアハートですが、なかなかスナイプユアハートがゲートに入りません。どうでしょうか、ややゲート入りを渋ってさあ、このレースルーキーのチャット騎手49キロで1番アイアンサイトに騎乗しています。ゲートイン完了、スタートしました。好スタート切ったのは1頭夢カタンですが、まず先頭に行ったのは2番歴史を刻め1番人気です。2番手の位置からルーキーアイアンサイト、3番手の位置からスナイプやハート、そして最後方から夢カタンといった体勢で各馬向こう正面を通過していきます。さあ先頭変わってアイアンサイトリード半馬身ぐらい、2番手の位置に1番人気の歴史を刻め、そこから6馬身ぐらい開いて夢カタン、これが3番手につけて、最後方そこから半馬身ぐらい離されましてスナイプユアハートといった体勢で各馬3コーナーを右手にカーブ。さあもうすでに手が動いている、先頭アイアンサイトとチャット騎手、そして2番手の位置からようやく手を動かして2番手歴史を刻め、そこからスナイプユアハートも徐々に上がっていく形で各馬最終直線に入っていきます。さあ先頭楽な手応えでかわしていった歴史を刻め、2番手の位置上がってきたのスナイプやハート200を切って、その後ろからはアイアンサイトと夢カタンが続く形で、先頭歴史を刻めまだリード3馬身ぐらいある2番手の位置から必死にスナイプやハートが追うが、先頭歴史を刻めゴールイン。
見事人気に応えてデビュー勝ち。勝ち時計1分16秒後、上がりのサンハロンは38秒0です。ゴール前の映像です。1着に2番の歴史を刻め、単勝オッズ 1.9 倍の支持です。2着に4番のスナイプ・ユア・ハート、そしてそこから3馬身から4馬身ぐらい離せまして、ルーキーのチャット・騎手とアイアンサイトが3着、そして最後4着に夢カタンといった形です。掲示板が点灯しています。勝ち時計は1分16秒後、上がりのサンハロンは38秒0、そして1位入線、もう一度2番の歴史を刻め1番人気です。そして2着に開催1日目で3連勝しましたジョッキー、リリアンコジョッキーと4番のスナイプやハート、3着にルーキーのチャット騎手、3コーナーから4コーナーにかけまして低金量を生かした花を切った思い切った競馬をしました。そして最後4着のところに3番の夢カタンが入選しています。どうぞ確定まで今一度お待ちください。フリハ競馬第一競争以上の通り確定しました。クリヘチレース勝ちました2番歴史を刻め、2番手から高位追走、そこから軽く抜け出して1着という次走も楽しみな1頭です。